ドーベルマン・インフィニティのピーチョが本日2月12日に一般女性と入籍したことを発表した。オフィシャルサイトではピーチョがコメントを掲載しており、ドーベルマン・インフィニティ結成前から交際していた女性と入籍したことを報告。また2016年の EXILE トライブメンバーによるドームツアー、ハイローザライブの最中に自身の母親を亡くしたことを明かしており、 当時そのことを発表できなかった理由について、ライブを楽しみにしてくださっている皆様に心配をかけたくなかったからです、と説明している。P ・チョは、突然の母の死に直面した時、交際相手の存在が、自身の支えになっていたことなどを述べつつ、母も望んでいた交際相手との結婚を決断。最愛の母の誕生日である2月12日を、入籍日に選んだという。 また今後の活動について彼は笑顔と幸せ、そしてパワーを与えられる音楽を届けていきたいと思いますので、これからのピーチョにもぜひ期待してください。今年のドッグイヤー、そして5月から始まる全国ツアーもファンの皆様と最高の時間を過ごせますよう、メンバーと共に全力で駆け抜け、最高のライブを届けるために心を込めて精一杯頑張りますとメッセージを結んでいる。